はい、今ね、北九州の富田貯水池っていう池に来てます。ここですね、今この駐車場にいます。でね、ここにね、小島があるんですけど、ここをね、長押ししたら富田神社っていうのがあるみたいです。ここですね、このちっちゃい小島。あの奥に見える小島ですね。祠があるんですよ。祠らしきものがある。ちょっとここにね、ボートで行ってみます。ただ今日風がすごい強い。まあ、距離的にはそんなないと思うんだけど、ちょっとボートいるね。今日は波が強い。波が強いんじゃない、今日は風が強い。思いっきりね、向かい風になってる。距離はね、近いんだけど進まんねえ。風強いからさ、進まねえ。あれ、風強いな。今日やっぱりところどころ白波が立ってるからね。祠がある。おやべ、落ちた。
ないね、何も。何もない。で、こっちは、大やぶ。あんのかな、何か。ちょっとこの島ね、ちょっと一周回ってみますわ。なんかあるかもしれない。まああっちから来たんだけど、あそこから見たときにこの祠みたいなのが見えたんで来たんですけど、反対側はねちょっと見てないんで、見れてないんでね、ボートでねちょっと回ってみます。コンクリートのなんか橋みたいなのね、橋というか、コンクリートで繋がってたかな。草ぼうぼう、なんもね。鳥居かなんかあるかなと思ったんだけどね、ないね。祠があっただけ。あるだけですね、この島は。それだけ。他はねちょっと分かんないね。でその祠の中にも別になんか祀ってるわけじゃなくて、空でしたね。はい、って感じで帰ります。